エルマー・ジョン・ギデオンはアメリカ合衆国のプロ野球選手。1939年にワシントン・セネタースの選手としてメジャーリーグに出場した。第二次世界大戦中アメリカ陸軍航空軍に所属しヨーロッパ作戦戦域の作戦に参加したがフランスで戦死。第二次世界大戦中に戦死した現役メジャーリーガーは彼とハリー・オニールの2名のみである。 ミシガン大学在学中は野球の他にアメリカンフットボールと陸上競技をしていた。また陸上選手としてはアメリカ代表に選ばれており、1938年にはハードル競技で世界記録を出している。大学卒業後の1939年にはワシントンセネタースに入団。外野手としてマイナーリーグに2年間出場するが、 1939年9月にはメジャーリーグ初出場を果たした。1941年初めに徴兵によってアメリカ陸軍に所属。爆撃機のパイロットとなる。1942年には訓練中の事故に遭うが、その後も任務を続ける。しかし1944年4月、B-26 での任務中にフランス上空で撃墜され、戦死した。 1917年4月15日、オハイオ州クリーブランドに生まれる。高校時代から陸上選手として注目を浴びていた。6フィート4インチの高身長を生かしてアメリカンフットボール、野球、陸上競技でそれぞれ好成績を収めた。彼の叔父であるジョー・ギデオンもメジャーリーガーである。ギデオンという姓はヨーロッパのズデーテン地方に多い姓で、 ズデーデン地方からの移民が多いクリーブランドでも多く見られる。1935年にミシガン大学へ入学したギデオンは野球、アメリカンフットボール、陸上競技の3つで大学代表選手となった。彼が最も得意としたのは陸上競技でありビッグ1ン・カンファレンスの大会で屋外120ヤードハードルと屋内70ヤードハードルの2種目で優勝を果たしている。 1938年にシカゴで開催されたビッグテン・カンファレンスの大会では屋内70ヤードハードルでアメリカ屋内大記録を出した。翌年にもビッグテン・カンファレンスの屋内陸上競技大会に出場しミシガン大学の優勝に貢献している。1938年には NCWA の陸上大会に出場し120ヤードハードルで全米3位となった。 野球では一塁手の他に外野手も務めた。1939年夏に大学を卒業したギデオンは翌年開催の予定であった1940年東京オリンピック陸上競技でアメリカ代表選手となれる可能性を捨てメジャーリーグのワシントンセネタースと契約した。当時セネタース球団社長だったクラーク・グリフィスは彼を高く評価し、 6月15日付のスポーティングニュース誌で我々はギデオンというミシガン大学出身の若手選手を手に入れたと述べた。入団した年にはフロリダ州オーランドのカブチームに所属し67試合に出場した。さらに同年9月にはセネタースに昇格しガイア手として5試合に出場。9月19日のインディアンス戦では 中堅守として3安打を記録し、10対9という接戦で勝利に貢献した。5試合の通算記録は3安打1四,四球1打点。1940年、ギデオンはオーランドで開催されたセネタースの春季キャンプに参加。一類手として出場機会を伺った。この年は主に2軍のシャーロット・ホーネッツで131試合に出場し、打率2割7分1厘を記録した。 9月には再び一軍昇格を果たしたが、ここでは出場機会が得られなかった。1941年1月、徴兵によりギデオンは陸軍に所属した。当初はケンタッキー州のトーマス基地に配属されたが、3月18日にリレー基地に転属になった。10月22日にはパイロット家庭への参加が認められ、陸軍航空軍に転属となった。 そしてアリゾナ州のウィリアムズ航空基地で訓練を受ける。1942年5月にパイロット資格を取得し上位となる。その後、フロリダ州タンパのマックディル航空基地で総発爆撃機の操縦訓練を受けたが、普段の業務はデスクワーク中心であった。同年8月9日、ィデオンが航空士として乗っていた B-25 爆撃機が、 ノースカロライナ州ローリーの市営空港から離陸する際に沼地に墜落した。彼は火傷と肋骨3本の骨折という重傷を負いながらも炎上する機体から這い出し、同乗していたジョン・アール・ラーラット・五丁を救出した。ラーラット・五丁はこの事故で背骨と足の骨2本を骨折する重傷を負い、残りの2名は命を失った。ギデオンも 皮膚移植が必要なほどの火傷と骨折のため3ヶ月間入院をし、体重が約50ポンドも減少した。その後ラーラット5長級室の功績によって、ソルジャーズメダルを受訓し、注意に昇進した。海外派兵前最後の休暇においてギデオンは、戦争が終わったら野球界へ戻る。と話していた。この時の会話について、彼のいとこが証言し、最後に彼と会った時、 彼は、僕は一度事故にあった。もうこれ、以上不幸は起こらないだろうから、今後のフライトは大丈夫だろう。と言った。と述べた。1943年2月には、AP 通信がギデオンを取り上げ、ギデオンは、戦争が長続きしなければ、野球に復帰という見出しを掲げた。1943年6月、ギデオンは、 B-26 の飛行訓練用に設けられた第394爆撃軍第586爆撃飛行大隊の所属となり、オクラホーマ州アードモア空軍基地において戦闘訓練を受けた。翌年2月には、この飛行隊が第9軍所属となり、イギリスのボーハム空軍基地へ派遣され、ギデオンはヨーロッパ上空での飛行任務に就いた。5月23日には、 初任務が与えられ、フランスのボーモ門ーイコールルイコールロジェにある飛行場を爆撃した。1944年4月20日の午後、ギデオンが操縦する B-26 は、両機35機と共に防波ム空軍基地を出発した。彼らには、パイコールドカレー県サントメール近くの村に、建設された V1 飛行爆弾発射場を攻撃するという特殊任務が与えられていた。 夕暮れ時に飛行隊は高度12000フィートから爆撃を開始。その最中に強烈な対空砲火を受け、爆撃直後だったギデオン機はコックピット下に被弾した。乗員7名のうち1名のみがパラシュートでの脱出に成功。しかし、ギデオンを含む他の6名は墜落した際に死亡した。ギデオンは当初行方不明として家族に伝えられ。 家族がその死とフランスに埋葬されたのを知ったのは翌年5月になってからだった。後に彼の遺体はアメリカへ返還されアーリントン国立墓地に埋葬された。第二次世界大戦時に従軍したメジャーリーガーは500名を超えるがその中で戦死したのはギデオンの他にハリー・オニールのみであり二人とも27歳であった。戦後出身校である ミシガン大学では彼の名を冠した奨学金が設置され、1983年には同大学のスポーツ伝道に陸上選手、野球選手の2部門で表彰された。ありがとうございます。